の愛知です。今回はですね、これ本当は生放送でやった方が面白かったろうなと思うんですけど、ちょっとタイミングというかね、時間が取れなくって今撮影してるんですが、最近だけじゃない、ずっと、結構ね、他の勉強系、まあ、教育系の YouTuber さん、教育系のね、YouTuber さんの動画見ますかとか、その教育 YouTuber の誰が好きですか、誰が嫌いですかっていうね、質問、これめちゃくちゃ多いわけですよ。で、まあ、それをね、ちょっと話していこうかと思います。まあ、テーマとして面白いかなと思って、まあ、興味があればね、最後まで見てみてください。で、まず、その他の教育系 YouTuber さんの動画見ますかっていうところなんですけど、ほぼ見ないです、自分は。はい。で、まあ、活動今7年目になってね、6年経ったわけですけど、1年目はめちゃくちゃ見てました。めちゃくちゃ見てた。だから、まあ、全部コンプはしてないでしょうけど、まあ、目につくもの。で、再生数はね、あんま参考にしてなくて、だってそのサムネイルで釣れるからさ、普通に。まあ、再生されてさ、ね、再生数が伸びてるのもありましたけど、まあ、どっちかというと、ま、評価とか、その、内容、まあ、評価を見て、あ、いいものなのかな、見てみようかなと思って見て、あ、こういうのが受けるんだ、とかね。まあ、1年目何もわかんなかったから。そういったもんですごい分析をして、で、YouTube に、まあ、自分のね、動画に活かしていこうっていうのは思ってね、1年目すごい見てましたけど、2年目ぐらいからは、じゃあ自分のね、ものをもっともっといいものにしていこうって、人を参考にして真似るのは大事だよね。真似て盗むっていうのはすごく大事なんですけど、その時期はま、1年で終わったかなと。そう。で、次は自分のな、内面っていうか内面もそうだし、授業力とか技術とかその辺も踏まえて、どんどんスキルアップしていくのが大事かなと思ってシフトしたので、まあ、そっからは別に見ないですね。はい。で、まあ、さっきの、まあ、好き嫌いっていう、その教育系 YouTuber さんね、好き嫌いっていう話に繋がるんですけど、好きな人は、いますよ。で、パッて思いつくのはお一方ですね。一人すごい好きな方がいらっしゃって、教育系の YouTuber さんで。で、その方の動画は今でもアップしてて、まあ、登録はしてないんでね、パッとは気づかないんですけど、あ、新しいのかなこれ。ちょっと見てみようかなとかって仕事の休憩の時に見てみたりして、そう、その方はね、その授業スタイルというか、喋り方とか、内容もそうですけど、喋り方、内容、あと板書がすごいね、自分が好きというか参考にさせたいなって思うものなので、それで見てる。見て、どっちかというとこう、あ、ここが勉強になるなっていうよりも、あ、自分はやっぱ頑張ろうっていうその風にそのもらうというか、そのために見る方はね、お一方いらっしゃるんですけど、あとはもうほぼ見ないですね。で、まあ、好き嫌いってあるじゃないですか。で、これは別に勉強系とか教育系の YouTuber に限らず、まあ、日常的にね、あんまり嫌いっていう感情を持たないようにはしていて、どっちかというと好きか無関心かだと思ってるんですよ。だから好きか興味がないかっていう。だから、まあ、嫌いっていう風には思わないようにしてるけど、まあ、持つよね。うん。これはまあ、嫌いな YouTuber さんっていうか、まあ、日常生活でもそうですけど、まあ、嫌いな人は嫌いなんで、まあ、自分はっきりしてるからね、そこはね。教育系の YouTuber さんでも、嫌いっていうかね、なんか合わないっていう、自分の考え方と、っていう方はいらっしゃいますよ。それは当然だと思うんですよ。そう。それは別にいい、それが悪いことだと全然思わないし、自分と合わないから知らねえよとかって、そういうわけじゃないよね。だって、自分、例えば、このハイチのタイプの人間がいて、その方はまあ全然違うタイプなんですけど、またいらっしゃるじゃないですか。で、俺みたいな、ハイチみたいなタイプが、まあ合ってるよっていう方もいらっしゃれば、当然こっちの先生に合ってるよって方もいらっしゃるわけよ。だから、いろんなタイプがいらっしゃることによって、見てくれてるその、ね、ユーザーのみんなにとってはさ、そう選べるわけじゃないですか。だからすごい素敵なことだと思うんですよ。で、そのね、自分のことを嫌いな方もたくさんいらっしゃるし、で、それが合わなかったら他の先生に行けばいいっていう感じなので、それはいいと思うんですよね。ただただ自分には合わないなっていう感じで思うことはありますけど、それはちょっと嫌いとは違うかな。教育系の YouTuber で嫌いって思うことはないかな。じゃあ普通の YouTuber いるのかっていうと、そこはちょっとノーコメントなんだけど。っていう感じですかね。なので、まあ見てるかどうかっていうところだと、今はほぼ見てない。まあその好きな YouTuber さんじゃない、そのお人方。のはね、たまに見るけどっていうぐらいでございます。はい。だからまあ好き嫌いっていうのもみんなもね、多分あると思うんですよ。好き嫌いってあると思うんですけど、嫌いっていう感情ってあんまりいいもの生まないと思うんですよね。自分自身にも。だって、下手するとさ、その人を嫌いって思ってる自分って何なのみたいな凹む子もいるわけじゃんか。だから、まあ好きの反対って嫌いじゃなくて好きの反対って無関心だと思うんですよね。だと思ってる。それは恋愛においてもそうなんですけど、だから無関心になっちゃえばいい。興味なくなっちゃえばいいと思うんですよ。だって興味がなければ凹むこともないし、どうこう思わないわけだからね。うん、っていう感じかな。はい。っていう。質問に答えられてるのかなわかんないんですけど。ただ、まあ、自分は自分が信じる教育をやっていくだけですね。それが自分のモットーですし、自分にはその信念があってやってることなので、それをね、まあ、馬鹿にされればもちろん、それに対して反撃はしますけど、まあ、そういったことは特に今のところはない。うん、と思います。ね、アンチコメントとかあるけど、それは別に違うじゃないですか。
なので、まあ、これからもね、自分のスタイルでやっていこうかなっていう、最後まとめ方おかしくなりましたけど、まあ、そんなとこでございます。はい、ということでね、ご視聴いただきありがとうございました。